こんにちは、あなたの理想不動産です。本日私がやってきたのは、半蔵門駅。と言っても、物件見学に来たんじゃないんですよ。半蔵門といえば皇居のお膝元ですが、今日はその皇居のすぐ近くに用があるんです。皇居のすぐ近くに何があるんすか？久々登場、A 君です。最近、全然動画に出させてくれないんで、リストラされたのかと思ってたっすよ。いやいや、君は君で通常業務に、インスタ用の物件撮影で忙しいじゃないか。確かに。だからお互い、スケジュールが合わなかっただけだよ。これからはもっと自分も出させてください。アップされた動画見たら、出てるのはハゲ上司ばっかじゃないすか。そんなうちのチャンネルが、ハゲまみれみたいな言い方しないでよ。仕方ないだろ。ハゲ上司が私に、家を買わせたくて仕方ないんだから。そのうち A 君に家を買わせるって企画も、始まるかもよ。いや、今の自分の給料で、家なんか買えないっすよ。それは私も同じだってば。せっかくいい天気だから、ちょっと皇居周りを散策してみようか。うわぁ、皇居の周りって、こんなにいい眺めなんすね。そりゃ皇居ランナーが続出するのも納得だ。自然と人工物が見事に調和しているよね。あ、右手を見てごらん。あれが、パリの日っすか？国立劇場だよ。はい、というわけで、目的地にやってきました。何か、というわけで、なんすか？こちらが、ライフルホームズでおなじみ、ライフル本社さんです。皆さんも物件探しの時に、お世話になっているはず。ここがあのライフルさんの本社っすか。テラス席があるなんて、まるでおしゃれなカフェみたいだ。さすが上場企業は違うよね。でもなぜライフルさんの、本社に来たんすか？今回ライフルアーキテック様からご依頼いただき、インスタントハウスなるものが本社にあるとのことで来ちゃいました。詳しくは概要欄に詳細があるのでご覧ください。インスタントハウス。東日本大震災の被災地支援をきっかけに、名古屋工業大学とライフルが協力し、迅速な設置が可能で、耐久性や断熱性に優れた、インスタントハウスを、災害対応シェルターとして、開発したそうだよ。まあまあ、見ればわかるさ。まずはお邪魔しちゃおう。あなたの理想不動産。ライフル本社2階の、来客スペースにやってきました。ライフルさんのロゴの存在感すごい。うちも、あなたの理想不動産のロゴを、社内に設置しましょう。うちの会社にそんなスペースないでしょ。ハゲ上司の席を潰せば、なんとか置けるのでは。それだ。ではお邪魔します。いや、来客スペースおしゃれすぎー。自分もこんな会社で働きたかったっす。こんなかっこいい、ワーキングスペースがあってええんか。この中で仕事したら、はかどりそうっすねー。我が社にも導入してくれないかな。って危ない危ない。来客スペースに見とれすぎて。本来の目的を忘れてました。あれ、我々の本来の目的って何でしたっけ？お前も忘れてんのかーい。我々の目的はこれだよ、これ。インスタントハウス。何これかわいい。うちのチャンネルではこれまでも、ドームハウスとか、コンテナハウスとか、簡単に建設、設置ができる建物を、数々紹介してきたけど、群を抜いてかわいいよね。でも可愛い代わりに、素材はポリエステルっすかね？と、思うじゃん。ではここで、ドアオープン。あれ？見た目よりも内部は頑丈そうっすね。そうなんだよ。実はこの家、設置する前は、さっき A 君が言ったみたいに、ポリエステルで柔らかいんだけど、空気を入れて膨らませた後に内側から、断熱性のあるウレタン材を吹き付けると、ほら、ウレタン材が固着して、頑丈な建物になるんだよ。はぁ、ハイテクっすねー。ちなみに、設置場所を決めてから完工まで、どのぐらい日数がかかるもんなんすか？それが、ほんの数時間で完成するんだって。
恐るべきスピード。さすがインスタントハウス。しかも中に入ってみたらわかるけど、思ったより広いでしょ。確かに一人でゆっくり過ごすのにちょうどいいサイズ感っす。これは一人用の S サイズで、他にも複数人で暮らせる M サイズと L サイズが用意されているみたい。あと思ったより暑すぎないっす。ちゃんと窓がついていて通気性抜群だからね。おまけに電気も通っているから小型のエアコンだって置けちゃう。電気が使えるのはありがたいっす。インスタントハウスはどこでも設置できて、移動や解体もお手軽にできちゃうことから、イベントスペースでの活用はもちろん、正月に発生した能登半島地震でも災害時ユニットとして大活躍したって話だよ。ああ、確かにありそう。ありそうっていうか、もうあったんだってば。インスタントハウスの次に紹介するのはこのインスタントブースだ。ライフルさんのエントランスに戻ってきましたけど、実はインスタントブースはエントランスに展示されていたんだ。それがこちら。おお、これがインスタントブースか。これまた可愛いですね。これもインスタントハウスと仕組みは同じで、利用する前にやることはテント生地に空気を入れて膨らませて内側からウレタン材を吹きつけるだけ。その後乾燥させると生地にウレタン材が定着して完成ってわけっすね。ピンポーン。ところでこのインスタントブースって何に使えばいいんすかね。何って何にでも使えるじゃないか。例えば慌ただしいオフィスで一人オンライン会議に参加したい時や、自宅の中に書斎を設けたい時なんて、これ一つあれば大助かりだと思うよ。防音カーテンが標準装備されているから、ブース内でオンライン会議に参加しても音漏れなし。おお、防音カーテンもついてくるのはありがたいっす。こちらのインスタントブースはとある学校にも導入されていて、そこでは一人一人が気持ちを落ち着かせることができるカームダウンスペースとして活用されているみたいだね。へえ、面白い使い方っすね。あとインスタントブースはカラー展開が豊富で、その数なんと27色。に、27色もあるんすか。ああ、だからセミオーダー家具みたいに好きな色のインスタントブースを選んで個性を表現してみてもいいかもね。自分は情熱の赤が好きなんで、このワインベッドのものがいいっす。な、なんすか。ワインレッドのインスタントブース、お買い求めありがとうございます。価格の55万円は一括の現金振込でお願いしますね。ちょ、待ってくださいよ。なんで自分が個人で買うことになってるんすか。おーい、あれ先輩、今度はどこに向かってるんすか。ん、静岡県だよ。は、なんで都内から急に静岡県に。あ、わかった。ハゲ上司に紹介された静岡の新築マンションを購入したんすね。それで今から自宅のルームツアー。違うってば。静岡県の南伊豆にさっき紹介したインスタントハウスを宿泊施設の一つとして活用しているグランピング施設があってね、オーナーさんの許可が取れたから今から撮影しに行くんだよ。ああ、そういうことっすか。自分はてっきり先輩がすでに静岡から出勤しているものだとばかり。そんなわけないでしょ。ちなみになんですけど、そのグランピング施設まで車でどのぐらいかかるんすか。片道4時間。4時間。はい、目的地に到着しました。こちらがインスタントハウスのあるグランピング施設、コンドミニアムさくらさんです。この雰囲気、山の中に来たなーって感じがするっす。実際山の中だからね。こちらの施設のコンセプトは大自然に身を置き非日常を堪能する空間、一棟貸しのグランピング施設で、敷地はなんと約2万坪。森、川、山の大自然3兄弟に加えて、テニスコートもあるから、
気の置けない仲間たちだけで、山の中を散策したり、テニスで体を動かしたりと、いろんな楽しみ方ができるんだよ。気の置けない仲間たち。先輩って、気の置けない仲間たち、いるんすか？それは言わないお約束。悲しい。ほっとけ。それじゃまずは、コンドミニアムさくらさんの手掛けた、宿泊施設を紹介します。先輩、これは何すか？これは宮大工の方に作ってもらった、天然木のあずま屋だね。庭でちょっと休憩したい時とかに、腰掛けるとちょうどいいんじゃないかな。傘があるおかげで、日陰ができるのは嬉しいっすね。見て見て、ここでカルボルダリングが、楽しめるようになっているよ。ちびっ子大喜びっすね。大人がやったら、さすがにツタが切れちゃうんじゃないかな。そうっすよね。ここの敷地には、全部で3つの建物があるので、まずはこちらの建物、ヒノキ造りの古民家から紹介していきますね。お引越しはあなたの理想不動産で。いざ、入室。おお、2階建てのおかげで天井が高い。建物の至るところに、ヒノキがふんだんに盛り込まれているのも、大自然に身を置くっていうコンセプトと、マッチしていていいっすね。振り返って玄関を見てみると、天井の高さがもっとよくわかるよ。うおー、都内でこんな天井の高い物件には、なかなか出会えないっす。おそらくこだわって探し抜かれたであろう。石の使い方も、趣があっていいよね。やっぱ玄関がかっこいいと、建物に入った一歩目のワクワク感が、段違いっす。玄関を上がって、左手が LDK です。キッチンカウンターが、全部木製なのがたまらんっす。リビングの真ん中に置かれた、鉄製薪ストーブも、雰囲気あっていいよね。あえて冬に訪れる楽しみがあるっすね。ちなみにこのリビングは、掘りごたつになっているから、薪ストーブと組み合わせれば、冬も快適に過ごせるよ。掘りごたつ、自宅にも欲しいっす。キッチンスペースが思ったよりも広くって、ほら、奥の部屋まで続いているんだ。おお、食器棚は奥の部屋にあるんすね。ご飯を炊くときは炊飯器も使えるし、この土鍋も使えるみたい。せっかくだから、土鍋でご飯も炊きたいっす。キッチンは L 字になっていて、かなり使いやすそう。これだけ大きければ、大人数でキッチンに立てるっすね。みんなでワイワイ料理する姿が、目に浮かぶなぁ。そのワイワイするみんなはどこに？私の心の中にいます。いや、リアルに友達作り頑張りましょうよ。それは無理。ところで、電子レンジはさっき見つけましたけど、冷蔵庫はどこに？冷蔵庫はこれだね。L 字キッチンの一部になってたー。次は、玄関の右手の部屋に行ってみようか。ここは寝室っすね。シングルベッドが2つ置かれてるっす。寝室から直でウッドデッキに出られます。バルコニーと違って、靴に履き替えなくていいから、気楽に出られるっすね。そしてウッドデッキの向かいには、もう一つ別のウッドデッキがあって。あ、インスタントハウスだ。こんなところにあるとは。ちなみにトイレとシャワーは、古民家と共有です。そういえば水回りは、どんな感じなんすかね？それじゃ早速行ってみようか。はい、ここがインスタントハウスと共用の水回りだよ。お風呂場がヒノキと石でできてる。雰囲気抜群っすね。この扉の奥には何があるんすか？トイレだね。しっかりと奥行きが取られていて、落ち着く空間だ。で、この扉を開けると、さっきのウッドデッキに出られるわけか。面白い作りだなぁ。シャワー室入り口って書いてあったから、管理的なシャワー室しかないのかぁと、ちょっと残念がってたんすけど、蓋を開けてみたら、がっつりお風呂場があってよかったっす。水回りの先にあるお部屋はというと、これまた寝室。しかもさっきの寝室よりも広い。あれ？奥の方にも、まだ部屋が続いてるんすね。おお、またベッドが2つ現れた。大勢の人が泊まれるように、ベッドがたくさんあるんだ。こっちはぎゅうぎゅう詰めっすね。
自分が寝るなら、やっぱこっちのバカ広寝室がいいっす。じゃあ君の寝床はこのソファーね。おにぃ。この寝室には、さっきと別のウッドデッキがあって、バーベキュースペースがあります。待ってました。グランピングの醍醐味。デッキから外を見渡せば、そこはもう大自然とか、最高の環境じゃないすか。屋根がついているから、雨の日でも心置きなくバーベキューを楽しめるよ。しかもちょっと耳を澄ましてみて。え？なん？あ、川のせせらぎが聞こえる。そうなんだよ。たまらんでしょ。たまらんす。それじゃ最後に2階に行ってみよう。ワクワクするっす。2階は丸ごと寝室でした。クッションマットが敷き詰められていて、その上にマットレスが敷かれているっす。下の階の寝室より、だいぶ簡易的な印象を受けるね。おそらく寝心地は、下の階の方がいいんでしょうけど、あえて2階で寝てみたい気持ちもあるっす。わかるー。階段の上から見られる、この光景がいいよね。空間を贅沢に使っている感じがしてさ。はい、お次はこちらの、ガーデンヴィラを紹介していきますよー。この人、全然インスタントハウスの紹介に行かないな。こちらのガーデンヴィラも屋根付きの大型ウッドデッキがついているから、強い日差しや雨の日でも全然問題なし。雨を眺めながら友と語らうのも、いい思い出になるんすよね。そうなん。もちろんっすよ。ウッドデッキにはバーベキュースペースもあるよ。つまりどっちの施設に泊まっても、バーベキューが楽しめるってことっすね。最高。ちなみにガーデンヴィラの玄関って、どこにあるんすか？ねえ。玄関。あ、ここだ。ガーデンヴィラの玄関は、普通の家っぽい感じなんすね。ガーデンヴィラはもともと、オーナーさんが住んでいたらしいんだけど、年齢的に一人で住むのが大変になったから、宿泊施設として、貸し出すことにしたんだって。なるほど。だからヒノキ作りの古民家に比べて、一般住宅っぽい作りをしているのか。リビング広すぎません？オーナーさん、めちゃくちゃいい家に住んでたんすね。すごいよね。もともとリビング自体が広いのに加えて、リビングと和室がつながっているから、すさまじい広さだよ。そもそも、もともと住んでいた家を、増築工事せずにそのまま、宿泊施設として貸し出せるって時点で、広すぎ確定案件ですよ。羨ましい。都内じゃこんな優雅な生活、まずできないっすね。このリビングの一角に設けられた、キッチンスペースがこれまたいいんだ。ほら見てよ、このカウンター。うわ、めっちゃいいじゃないすか。全部木製で味があって。キッチンの中はこんな感じになっています。こんな広々としたキッチン、もはやタワマンじゃないすか。タワマン、です。タワマンだった。じゃあ改めてこのキッチンカウンターを見ていこうじゃないの。ガーデンヴィラに来たらご飯は絶対ここで食べたいっす。ダイニングテーブルが別にあるけど絶対ここで食べたいっす。バーベキューの時も絶対ここで食べたいっす。すげえじゃん。このガーデンヴィラは10人ぐらいのグループで借りるケースが多くて、しかもリピーターが大勢いるんだって。この空間を見たら、リピーターが多いのも納得っすね。奥の和室に来てみました。あ、本格的なカラオケ機材がある。山奥にあるから、熱唱しても問題ないんすね。まさに天然のカラオケボックスだね。そういや先輩ってカラオケ行くんすか？たまーに行きますよ。もちろん一人で。18番は？キノコ帝国の、ハルトシュラ。あいつをどうやってしてやろうか。一人でなんちゅう歌歌ってるんすか。続いて水回りにやってきました。脱衣所がめちゃくちゃ広い。人一人寝られるよね。ほら、なんだかあのバスマットが枕に見えて来ないっすよ。脱衣所だけじゃなくてメインのお風呂場もちゃんと広いのが嬉しいっすね。ガーデンヴィラにも2階があるので、
上の階に行ってみようか。今のところ寝室が見当たらないので、上の階に寝室が固まっているんすかね。はい、やってきました。ここが2階です。ええ、上にも洗面所とキッチンがある。大人数で来た場合は、水回りが下にしかないと、渋滞ができる可能性があるからね。考えられているなぁ。キッチンに隣接した部屋が寝室だね。ベッドが2つあるよ。バルコニーにも出られるんだ。朝起きてすぐバルコニーに出られるなんて、最高の目覚め、間違いなしじゃないすか。その隣のお部屋も寝室です。なんか妙にでかいマットレスがあるっすね。ここには大柄な人が寝ればいいのかな？さらに先を進んで、右手のドアを開けると、そこはトイレ。よくあるタイプのトイレっすね。そして突き当たりが、これまた寝室。3人家族が泊まる部屋になりそうっすね。この部屋の窓から見える、あの木が桜の木でね。春には満開の桜が見られるんだって。ああ、だからコンドミニアム桜なのか。どの季節に来ても、楽しみがあるグランピング施設だなぁ。あなたの理想不動産。それじゃ最後に、インスタントハウス行ってみよう。いよ、待ってました。ライフル本社で見かけた、インスタントハウスよりも大型っすね。そしてとんがり頭がやっぱり可愛い。インスタントハウスの周りを見渡すと、木々の隙間にほら、小川が見えるよ。さっきから聞こえている川のせせらぎは、ここからでしたか。それで肝心のインスタントハウスですけど、入り口はどこにあるんすか？中に入るには、ここのジッパーをオープンします。なるほど。そうやって開けるのか。なんだかテントっぽいっすね。そして中はこんな感じです。おお、しっかり広い。二人での宿泊を想定しているからね。おお、ちゃんと電気が通っている。しっかり工事されているっすね。このサイズの寝室をたった数時間で作り上げることができるってすごいっす。まるで魔法じゃないっすか。ハウス内には円状にぐるりと窓があって、一つ一つの窓のサイズは小さいんだけど、普通の家と違って寝室を取り囲むように、四方八方に窓があるから、室内が明るいんだよね。しかも暖炉と冷房完備。室温調整はバッチリっすね。ちなみにここ、コンドミニアム桜には、インスタントハウスがもう一つあるんだ。インスタントハウス。めっちゃ気に入られてるじゃないっすか。それがこちら、丘の上のインスタントハウスだよ。そのまんまなネーミング。でも本当に丘の上にインスタントハウスだけが置かれているとは、なんだか不思議な光景っす。こっちはインスタントハウスが、がっつり主役って感じするでしょ。しますします。あ、こっちもちゃんとバーベキューができるスペースが用意されているんすね。外で調理もできるようになっているのか。この空間で、みんなでワイワイやるのも楽しそうだよね。みんなでワイワイやる場合、インスタントハウスに泊まる人以外は、どうすればいいんすかね？この広場にテントを張ればええんちゃう？なるほど、その手がありましたか。それができるなら、いくらでも大勢で楽しめるっすね。バーベキュー場の奥にはトイレがあるよ。ちゃんと広くて綺麗。アウトドア施設のトイレって、汚いイメージがあったんすけど、今の時代は全然そんなことないんすね。そうなんす。インスタントハウスの前には、焚き火ができるエリアもあるし、キャンプ感覚で遊びに来れるんですよ。キャンプ場と違って、人胸がしたから、知らない人たちと一緒になることがないし、プライベート感マシマシで、充実した休日を過ごせそうっす。そして肝心の、インスタントハウス内はというと。あれ？なんかさっきのインスタントハウスよりも、広くないすか？気づいちゃった？インスタントハウスは、S、M、L の、3種類があって、さっきのが M サイズで、こっちが L サイズなんだ。L サイズ広。電気も使えるし、めちゃくちゃ贅沢な空間だなぁ。何せ冷蔵庫エアコン完備だからね。季節に関係なく、快適な夜を過ごすことができそうだ。あの、
ここは一体？ここはコンドミニアム桜に併設されたテニス場だよ。山の中でテニスもできちゃう。しかもテニスで体を動かした後はカフェで休憩もできるんすね。最高じゃないか。そうなんす。ここからまた4時間かけて都内に戻ります。4時間？うわ、なんだここは。横 P がすごいっすね。なんか目が回ってきた。先輩、ハンドル、ハンドルー。ちょっとここで休憩しようか。そういや先輩、さっきからヒリゾハマって言葉を連呼してましたけど、ヒリゾハマってなんすか？ああ、ヒリゾハマっていうのは、中木港から夏の期間だけ運航する、渡し船でしか行けない秘境ビーチでね。伊豆の海のすべての表情がある、と言われるぐらい、多種多様な海の生物に出会えるんだ。せっかく静岡まで来たから、帰りに寄ろうと思ってたんだけど、そんな時間などなかった。自分の知らないところで、そんな計画を立てていたとは。仕方ない。エビナのサービスエリアで、合流してから帰ろう。自分、初めて、エビナのサービスエリア来ましたけど、想像以上に大規模っすね。もはやショッピングモールじゃないすか。そうなんす。大勢の人が立ち寄りたくなる理由が、よくわかるよね。いやー、本日もお疲れ様でした。白米とラーメン。なんて危険な組み合わせなんだ。いただきます。ごちそうさまでした。本日ご紹介したのは、インスタントハウスです。S、M、L サイズ、それぞれのお値段がこちら。インスタントハウスが設置されているコンドミニアム桜にもぜひ足を運んでみてくださいね。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。今すぐにでも引っ越したくなるような有料物件はあなたの理想不動産インスタグラムで紹介してるのでチェックしてみてください。オンラインでお引っ越しが完結するあなたの理想不動産公式 LINE は概要欄から追加できます。通常の内見やネットには出回らない超穴場物件のご案内も可能ですので、ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。